岐阜城三条部の令和5年度の発掘調査は10月26日からスタートしています。今年度の調査は天守東側と天守南通路の西側斜面で行う予定です。天守東側の調査は令和3年度から継続して行っていますが、池田輝政公が築いたとみられる石垣の全容やその作り方について明らかにしていきたいと考えています。天守南通路の西側斜面については、江戸時代に描かれた絵図では両側に2段の石垣が描かれていますが、西側については現地では1段しか見えませんので、2段目の石垣があるかどうかを明らかにしたいと考えています。発掘調査は2月中旬まで行っています。登山道から見えますので、ぜひこの機会に岐阜城に遊びに来てください。